はい、酒井養魚場さんの紅白、サイズが34センチ、親子いいマグナムです。お願いします。はい、酒井養魚場さんの紅白です。まあ、見ていただいた通りの模様なんですけども、この質はですね、本当になかなか出会えることのない質の紅白だと思います。まあ、オスメスの確率はオスの方が十分高いですので、オスだと思っていただいた方がいいと思います。手の形や見てもオスのような感じがします。まだ未熟なので、成熟してないので、ざらつきが出てないんですけども、オスだと思っていただければいいと思います。しかし、体型のや鯉の形は2歳のような鯉の形、2歳のメスのような形をしております。非常に太みのあるこのサイズ 34.5 センチぐらいでですね、この幅はなかなかないです。全くオスとは思えません。そして白地の良さ、紅質の良さ、もうこれは本当に1年で一度出会えるか出会えないかくらいの素晴らしい上質の鯉だと思います。まあ本当に模様は見ていただいた通りなんですけども、素晴らしい紅だと思います。はい、すごい紅なんですね。字体も良くいいです。際も丸染めでいいですね。はい、こちらも丸染めで綺麗な紅です。はい、お腹の方も綺麗ですね。はい、こちらも控えますね。シンプルな二難なんですけども、もうその模様なんて関係ないぐらいの仕上がりをしております。なんといっても紅が綺麗ですね。そうですね、もうなかなかこの他の鯉と泳いでいても、この紅の良さなんていうのはですね、本当に群を抜いております。池の中でもすぐ目につきます。ですので、このまあ、こちらも養魚品評価会スペシャルの中でもトップクラスの鯉になってくると思うんですけども、この質の良さ、最近はこの養魚品評価会の場合はですね、袋を開けて審査する場合もありましたので、ノミネートがあります。例えばその時にですね、太陽の下でこの質の鯉が並びますと、模様は全く関係ないかなと思っています。それぐらい質のいい紅白です。久しぶりに出会いましたね、こういう紅白に。はい、山本さんお気に入りの紅白ですね。はい、はい、模様は決して、はい、山本君の好みじゃないですよね。はい、しかしそれを感じさせない、このなんていうんですかね、地肌といい、このサシといい、この油絵のような、このパズルのような感じの、この搭載のジャンボ搭載では今までなかったような、しかも酒井さんのこの結構餌をあげて色揚げも与えて黄ばむような鯉が多いんですけども、全くこれ黄ばんでないですし、いや一級品ですね。雰囲気も、泳ぎにもなんか力強い雰囲気も持ってますので、一発あるんかななんてことは思っております。はい、いかがでしょうか。こちら酒井養魚場さんの紅白、サイズの方が 34.5cm ぐらいですね。そうですね、まあ5ぐらいの、今思いっきり最後の追い込みしてますので、いい寸法で、持っていけると思っております。結構どう評価していただけるか楽しみな一本です。はい、ぜひよろしくお願いいたします。